皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。NHK スペシャル、混迷の世紀第5回、核兵器恐怖の均衡が崩れる時ということで、日本政府が防衛力増強というタイミングで非常に、タイミングのいい、特集だと思います。これ素晴らしい特集、日本人全員が見るべき特集だと思いますけれども、簡単に番組内容を解説をしていきたいと思います。米ソ、アメリカとソ連がですね、一時期は核兵器廃絶に進んでいたにもかかわらずですね、世界は今や冷戦に逆戻り、しかも冷戦どころか、冷戦というのはまだ東対西という構図があったからよかったものの、今はもう単なる東対西じゃないですよね。いろんな国がいろんな思惑で打って、いつ寝返るかもわからない、いつが誰が敵になるかもわからないという非常に恐ろしい状況になっているんじゃないかと思います。で、結局ですね、その今のロシアというのはどういうことを考えているのか。で、そもそも、核兵器、を使わず、核兵器というのは使わないことで、持っていることで抑止になるという考え方から、ロシアはもうすでに違うステージに行っているんではないかということで、威力を調整した戦術核の使用をもうすでにオプションとして考えているのではないかと。そしてもしロシアが、例えばウクライナ戦況で不利になったときに戦術核を使用した場合に、NATO がやっぱりやり返す。で、やり返されたらやり返すということで、このロシアのこのエスカレーション抑止というのが結局、どんどん逆に、核の打ち合いになって、最悪シナリオ、核の応酬になる、最悪シナリオも訪れる可能性もあるということになると思います。それから、結局ロシアはですね、アメリカを騙して INF 条約に違反してミサイル開発を続けていたということで、結局アメリカもミサイル開発を再開して、そのロシアのウクライナ侵攻の前からもうすでに、核兵器に関する、もうなんていうか、その核廃絶に向けた道は後戻りをしてしまっていたということですね。で、さらに、単にアメリカとソ連がお互いに核兵器を少なくすればいいという話ではなくて、中国がもうワンシャがいっぱい持ってて、さらにもうアメリカ並みに増やそうとしているわけで、もうこんな状況でアメリカとロシアだけの話じゃなくなってしまう。つまり第三極ができてしまっていると。で、しかも中国なんていうのはろくでもない国で言うことを聞かないにもかかわらず、ロシアよりもはるかに人口も資源もある国ですので、こういう国が何をしているかすかわからないと。そんな中ですね、日本はいち早く脅威を感じ取っていて、アメリカの核の傘の中で守れるのか、これかなり日本政府は素晴らしい動きをしているっていうようなことが、垣間見える動きが解説されています。というのも、アメリカがですね、先行不使用政策、つまり相手が撃たなきゃ撃たないよっていう政策を、オバマ大統領のと時に取ろうとした時に、日本政府は抗議をしてですね、いや、そんなことされたら、うちら日本守れないじゃないかと。もう、結局日本は最前線になってしまうので、そのアメリカは別に安全でも、そのね、先に撃たれて、じゃあアメリカが後でやり返しますって言っても、もう日本はもう中国に核兵器撃たれました、北朝鮮に撃たれました、ロシアに撃たれました、じゃあもうシャレにならんということで、これを撤回させるということで、日本はですね、かなり水面下で、そのアメリカに守ってもらうというのをちゃんと約束させるための動きをしているということですね。で、国連ではですね、核兵器の抑止、核兵器の廃絶に向かって動いてはいるんですけれども、結局、ロシアとか中国みたいな言うことを、約束を破るような、とんでもないことをするような国が持っている限り、いや、他のいい国が、いや、やりましょうって言ったところで、もうどうしようもないです。この人たちをどうにかしないことには、何の意味もない国連の議論だということです。で、もちろんその人類にとって共通の脅威である核兵器っていうのは、誰もがない方がいいわけですよ。こんな無駄金、だって使うか使わないかもわからないのに、無駄金使っていろいろな基地を作って、1ミリたりとも誰も得しないわけですよ。だけれども、結局、愚かな人類は核軍縮の道を歩んでいたのに、逆流してしまったということで、もう本当に、愚かでしかないっていう、こんな小さな地球の中で、いや、ロシアだ、中国だ、アメリカだとかっつって戦ってる場合じゃない。しかも、核を撃ち合えば、お互いに環境が破壊されて、人類、ね、国民も失うわけで、そんなバカなことをして何するのかっていうバカなことをしてしまうのが、所詮人類なのかなっていう、諦めの境地にもなってしまうような、特集なのかなということです。
で、これは私の意見ですけれども、じゃあこのスペシャルを見てどう思うのかって言ったときに、まあ、結局日本も核兵器を保有しないことには、通常戦力をいくら増やしても抑止にはならないということですね。で、しかもアメリカが本当にいつまでも日本を守ってくれるのかっていうのも疑問ですし、まあ守るとしても、かなり、ウクライナを見ても分かる通り、まあ、ウクライナはね、日本とは違いますけれども、ウクライナを見ても分かる通り、ウクライナが支援してくれ、支援してくれって言っても、なかなかアメリカは支援せず、ね、やられてやっと支援する。大幅にやられてやっと支援するみたいな感じで、まあ、日本はね、もうちょっと早くは支援するでしょうけど、結局、やられてから支援するのでは、日本では遅いわけです。アメリカももらえるかもしれないけれども、ということで、またですね、こうした議論の中では、いや、核兵器を持つことは危険だと、外交が大事なんだ、みたいな、議論も出てきましたけれども、外交っていうのは、裏付けがなければ、外交力は発揮できないわけです。金を持ってるとか、資源を持ってるとか、食料を持ってるとか、まあ、もしくは、軍事力を持っている、核を持っている、それが外交力に大きな影響を及ぼすわけで、まあ、包括的な安全保障を考える上で、核兵器がない国が言っている外交力と、核兵器がある外交力とではまるで違うっていうことを、理想論者はあまり、現実として考えていないということを考えると、もちろんね、その核が拡散していろんな国が持つことがいいこととか思いませんけれども、現状、このロシアと中国というとんでもない国をどうにかしない限りは、自衛のために持たなければ、日本は先にやられてしまうということは、真剣に日本人は一人一人考えるべき問題なんじゃないかなということで、この NHK スペシャル、非常に素晴らしい特集でしたので、見直し配信でぜひ見ていただいて、本当にその平和ボケしている日本人があまりにも多いけれども、中国やロシアはとんでもないこと、ね、とんでもないことしてますよっていうことに対して、外交で話せば分かるで通用するんですかっていうことを真剣に考えるべき、ターニングポイントに来ているんじゃないかなというふうに思います。